この映画絶対成功、師匠にお願いがあるっす。カズヤ君、また私のいないところで何か。ロンドは誰ですか。映画のための作戦会ですか。映画のことを。ヒロト君だよね。顔立ちは整ってるのに、どこかあどけなさも。小動物ツインテール、すげえ似合うな。最高だった。真珠ちゃん、やっぱコスしたかったんじゃんって思ったわ。マジ楽しそうだったし。そうですね、本当に。てか相馬くん、コスの準備してんの全然わかんなかった。草薙、なぜお前はこの女のことを名前で呼んでいる。いや別に深い意味はない。こういうことよ。名前で呼び合うような仲なのよ。いや、生き様というやつは見損なったぞ。魔女の誘惑に負けるとは。誤解。ちょ、チラチラ胸元を見せてマスターを誘惑してたからな。マジしてません。あの子、恋心とそれに伴う性欲の区別が全くついてないわ。そんなの先輩を怪我して。見つけましたわ。なんだかお二人はとても仲がよろしいんですのね。あ、アンナ、ねえヒロト君、無視なの。こんなに可愛いノアちゃんが話しかけてるのにひどくない。ノア、ノアはね、秋月ノアっていうの。よろしくね。どうしてる彼女さん。何もないっす。じいし手に入ってるだけで、生き方を崇拝してるだけ。めっちゃ好きじゃない。この前のルカちゃんのゲーム、つかない気持ちはわかりますが、ことも大事っす。はなし。お前らが客人か。またしても痛いの来ちゃった。どうしよう。あんたらアクアとエリスを子供扱いしたって。俺はモンドだ。とりあえず。じゃあいつしてたの。ああ、それはですね、スタジオの下見に行った後、うちに来てもらって準備しました。二人で。はい、恥ずかしいから秘密にしてほしいと言われた。しかし…よろしくね、佐城くん。うぇーい。貴様…はい…すぐ行こう。夕立が降りしきる場所に傘も持たずに駆け出すんだ。うちの妹を怪我すんだね。おお、俺はただ夏服の美しさを。下心スケスケ…ラフネさん、カサンドラさん…ちょっと大変なんだ。協力して。ん？さらわれた。そうだったんだ。久しぶりです、八王子先輩。美術部に入部を希望します。あっ、あの、これは違う。結構ですわ。草薙。私、全力で拒否したいけど。はあ。ほう、これはまた。そろそろ話してもらえます。それね、みんなよりちょっとだけちっちゃいけど、ヒロト君より先輩の3年生なんだよ。ねえ、二人ってもしかして付き合ってるの？俺と姫路のことか。だとしたら見当違いだぞ。ナッシングせやられないのが現状っす。うつっす。しぶつ。プロジェクトにはよくあるテスト。多重支援も期待でき。しぶつ。俺はもう今探してみる。おお。言われたので。もしもし、北川さん、どうしました？別に。あん。すいません。これはというような、とても務まるわけがませんので。やっぱりアンナ、ごめんなさい、つい手が動いてしまいましたが、愛ゆえに。奥間くん、昨晩の続きはまた近いうちに。機会を必ず設けて。少なくとも今のところは健全な関係を築いています。メイン。おおい、くっつくんじゃねえよ。なんで
んですか。ベル様をクーポン券みたいに。しかも今回使ったらリーたちは使えないではないですか。何が譲りますですか。さっきから何度か。タケル、あんたの部屋インターホン壊れてるわよ。おい貴様、ノックくらいしたらどうだ。親しき仲にも礼儀ありと言ってだ。とりあえずエロ本探しでも。なんだよ。誰がうまいこと言えと。袖から夏の気配が。また染みてんだ。ああ、千鶴もあんまし夏服好きじゃん。12、強制6。フードフードフード。その子はてか、あの二人付き合ってんのかな。ありえる。え、何その表情。長トロって言って2年生で。だけ。そうなると我が軍では。あ、メタボルフォース。これぞ世の世を忍ぶ仮の姿モード。しかもスパイなんだから。甘い匂いがする。まあ強くて可愛いなあちゃんももちろん上位に入ってるんだけど、やっぱりヒロトくんがダントツで人気みたい。知ってた？この鳥娘、ダーリンのサラターゲック、そんなことまでしてるなんて羨ましすぎる。クロキくん、おろして。暴れるなアリシア、重い。クロキ、俺もアリシアだけずり。メイベル、メイベル、面白いかなって。私というものがありながら。まさかまさかと思っていたが、なんで私を混ぜてくれないのよ。痛い。場所を変えるぞ死神王女。変え、くらえ。死神戦線。世は料理上手で洗濯掃除もお手の物の良妻賢母っぷり。まあでもこれでもし世とそなたが結婚なんてことがあれば、人間界にも強靭なパイプが。何度も譲ってるのはリリの方なのに。物語の英雄様のようです、ベル様。ルルルその話、本当ならリリが先に聞いて、リリが先にベル様を褒めたたえていたのに。いや、それは初耳だな。それじゃあバイバイヒロト君、ノアとお話ししてくれてありがとう。要注意ですね、秋月ノア様、通称小悪魔。何言ってんの。だってダーリをさらって愛のノイコをしたいのに、あんたなんか羨ましいよ。やるか。結構早かったんだ。あのさ、ちょっと外にいてくんないかな。さすがにちょっと恥ずかしいし、あんまり見ないでよ。ログアウト。私は31秒しか手をつないでませんのに。あのブライ32秒も万死。ちなみにご主人様はああいった女性が好みなのですか。え、お、弾けない鉛筆が折れちゃった。今すぐ買ってきて、トモヤ。